やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていこうと思うんですけど、今日はね、はい、ドドンと見てください。嬉しみの6700に到達したんで、まあね、今120位と、まあ行った時は110何位ぐらいだったんですけど、まあやっぱちょっとね、ちょっとずつ追い越されていく感じですね。今120位なんで、で今、シーズン終了まで、4日と15時間なんですけど、あと4日と15時間で、あと300上げなきゃいけないんですよ。もう今シーズンの目標はもう7000なんで、7000行くまでは無限にやり続けます。もう沼っても、まあ、沼ったらもうしゃあないんで、とりあえず7000をゴールとして、行きたいと思います。今シーズンはね。そうです。ってことで、まあね、7000、6700でめちゃくちゃ嬉しくて、最多もね、更新して6680だったんで、更新してめっちゃ嬉しいんですけど、まあね、あと300頑張りたいと思います。ってことで、行きますよ。まあ、おなじみのね、いつも俺が使ってるような中身を数枚いじってやってたんですけど、ね、最初のペッカでやってて、だけど結構負けが込んだりとか、なんか勝ち負け、勝ち負けみたいな感じになったんで、まあね、ロイフグにしたらパッ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 って上がったんでね、まあロイフグやっぱ強えなって感じですね。まあそんな感じで、とりあえず動画をね、紹介していきたいと思います。ということで、1本目いきたいと思います。はい。まあと。まあ初手はこんな感じですね。今、やっぱりなんだろう、遅延が少し多いので、ゴーストとか単体投げるときでも、相手が遅延っぽい動きをしたら、やっぱキング起動をね、されない工夫をしたりする。まあ、これは言って遅延じゃないですけど。まあ、今の環境、オーブンが見えた時点で、8割、9割型ロイジャイです。オーブン他に使うときはあんまりないんで、本当になんだろう、飛行士というか、なんかたまに使う、変なデッキを使う人が入れる、または、このロイジャイのテンプレぐらいなんで、まあね、オーブンを見たら、8割ぐらい、ロイジャイを警戒した方がいいです。で、これはもう、とりあえず、空にオメガゴを切っていって、で、まあ、相手がウィンドラを切ると。で、相手はこのデッキにファイスピーがあるんで、ファイスピーがあるときは、基本的に、なんだろう、読み呪文をかませるときか、それか、あれなんですよ。鼻がかい。読み呪文をかませられるときか、あれっす。マジアチャを一緒に置いて、ファイスピー出てきたファイスピーをシュンと貫くぐらいしかなくて、そうですね。なんで、もう相手がファイスピを持ってるときは無限にロイフグ出せないです。なんで、とりあえずもう一生守り。一生守りで、マジアチャを、防衛に出したマジアチャとかをカウンターで出せるときだけロイフグを前につけます。って感じでいきましょう。まあ、とりあえず、これで、マジアチャが今いるじゃないですか。で、これで、ベビドラに向いてなかったら今のがファイスピ出したじゃないですか、相手が。それがマジアチャでピューンって貫いてたんで、こういうときにしかマジアチャっていうかロイフグは出せないですね。で、これ、とりあえず結構くる、あ、やべ。通知が来てた。結構苦しいんですけど、あ、お休みモードにすればいけるかな。よいしょ。よいしょ。よしよしよし。いきます、いきます。すいません、すいません。失礼しました。で、ここで、はじまいに、まあ、ゴーストを出していっていき、とりあえずここでマジアチャ。まあ、ライトニングで、4コス1体だったらライトニングで貫かれても別に、ダメージ多少は食らうんですけど、まあ、コスト的には美味しいんで、で、これで、やっぱ、後ろロイジャイ。後ろロイジャイで警戒しなきゃいけないのは2周目のロイジャイなんですよ。この1周目の歩いてくるロイジャイは、正直何したってね、何したって処理できるんですよ。もう、こっちエリクサーマックスで、相手のロイジャイに対する、なんだろう、対策カード、ベリベリマックスなんで、ここで、相手にロイジャイ出させないように、今こうやって逆サイをね、縦線読みの、マジアチャ、これで、4発、タワーに入れてます。縦線は、一発二発で縦剥がれて、一発二発で死亡するんで、その間に4発、なんだっけ、マジアチャ貫けるんで、ゴースト出して、ギャングとか縦線で囲ってくるなって時は、読みはマジアチャやっていいですね。端前にマジアチャやっていきましょう、どんどん。で、こうやって積極的にやると、相手は端前のロイジャイを出せなくて、結局そうやって後ろから出すしかないんですよ。で、また、こうやって逆サイ攻めつつ、で、これちょっとシャシャったっすね。ファイスピー来るかなと思ったけど、来なかった。相手はちゃんとロイフグ用に、なんだろう、残しておかなきゃいけないんで。で、アウトローはこの位置。前に出しすぎると、タルババに、なんだろう、こうやってバーンって射抜かれるんで、そうですね。アウトローは毎回この位置に。まあ、言うてこれは、左のマジアチャ防衛に出したんで、いらなかったんですけど。で、こうやって、スケとか、で、まあ、アウトローをね、この位置に出して、この位置だとギリギリ、タルババが食らわないんでね。で、こうやってなって、はい、マジアチャ残りましたよと。
という時にロフを投げる。これで相手は簡単にはこうやってベビードラで蓋をしてからファイスピー、こういう動きしかできないんですよ。なんで、5コスのそのロフに対して2コスのファイスピーと何かしらで端前蓋をしなきゃいけない状況を作れるんですね。なんでこうやってもう一回2周目のマジアチャでこうやってね挟み込みでこれ行きたかったんですけど、まあまあまあ、これでも相手が今タルババを持ってないんでこれ行っちゃうのかな。行かないですね。行かない、行かない、行かないライキジョンです。ってことで、ここはまた墓石を置いて様子を伺っていく。まあ、相手がファイボとかポイズンだったら、この墓石は呪文打たれるんですけど、なかなかね、墓石単体にライトニングって打てないと思うんで。で、ここで、ファイスピードのマジャチャ。これで相手は簡単にはもう、ファイスピードね、切れなくなって。でもこれ今、たまたピョーンってあっち側に貫いたんで、はいはいはい、という感じで、341ってカンストのね、これやめてくれーって言いながらめっちゃ頑張って守ってたんですけど、乾燥ポイズン確か312なんですよ。そうなんでめっちゃこっからはあと何かしらで一発を入れてポイズンを打たなきゃいけないっていう状況ですね。で、はいはいはいという感じで進んでいって、まあちょっとエリより取られてるけど、ここでねちゃんと一発でも相手は通せないって、もう相手も絶対わかってるんで、ここでポイズンしていき、相手は陸のユニットを吐き出したんで、ここで相手は絶対ロイジャイ出したいマンなんですよ。出したいマンなんですけど、こうやって出すことによって、ロイジャイ出したら、受けが間に合わない。そういう状況を作って、縦線とかね、あれば、もう完全ペッていけないんですけど、まあ、ロイジャイ出したら、襟的にも、その陸受け的にも受けらんないよ、みたいな感じで、今のゴーストをロイジャイで受けないと、みたいな状況を作りつつ、単体ゴーストで GG ですね。結構喋ることが多くて、なんか追いついてないんですけど。ということで、二つ目。スティングパイセン。このスティングって人マジで上手くて、最高グローバルフィニッシュが3位なんですよ。で、7000プレイヤーで、本当にこの人が使うべきなんだろう、最先端行ってたりとか、ちょっと違う方が使ってるんですけど、なんで俺本当にこの人の、まあ、ファンっていうか、なんだろう、本当なんかデッキ困ったら、サイトでこの人のデッキを何使ってんのかなって見て、パクってマルチ回すぐらい、そんくらい結構、なんだろう、リスペクトっつうのかな、リスペクト、な感じです。って感じですね。ってことで、まあ、これを後ろから出していき、コウモリ、穴掘りとゴースを全部受けて、あい、美味しい、美味しいって感じですね。で、これは、まあ、ロイフグをつけていき、ポイズン。ポイズンですね。ここは。まあ、これで、なんだろう、溶かしつつダメージを与えて、まあ、相手もね、こっちに多少なりとも後ろを抑えるエリー使わなきゃいけないんで、これタルババで一発で抑えて、まあ一発で抑えてって感じ、ゼロ発で抑えられるんですけど、ここはねちょっとミスりましたね、単純に。でここは相手さては工場ないなって言って墓石を立てるのかな、確か墓石立てたかな、墓石立てたか、後ろから、左後ろから目がうか、そうだね、まだ分かってないんだ、工場ないって気づいてないんで、そうですね、後ろから目がこう、とりあえず30死防衛と、まあ、に、あんまり必要ない。で、ここは、もうコウモリで囲んで穴掘り来るって分かってたんで、コウモリで囲んで穴掘り来るぞ、つって、アウトローを後ろにピピピョンって出していって、まあ、アウトローで受けて、またゴーストを受けて、みたいな。で、ここはポイズンかな、いや、違うな。右にマジアチュだった気がする。穴掘り使ったからつって、右にマジアチュ出して、確かに。そうそうそう。で、一重子を先に押さえて、二重子をゴーストで、だけで抑えるっていう予定だったっすね。で、はい、ゴースト出します。はい、ガゴムレが来ました。はい、焦ってポイズン。ここでポイズン、まあ、優勢焦ってっていうか、普通にまあ、なんだろう。何かしら来ると思ってたんですけど、これポイズン咲かせたことによって相手はエリポン立てるけど、こっちはロイフグしか投げれないという状況っすね。まあ、言うてロイフグ投げても、ゴーストで、なんだろう、抑えられるから、これケツゴーストと噛み合ったっすね。で、ここで、まあ、マジャシ出す。で、絶対穴掘り飛ばしてくるって分かってたんで、もうアウトロー構えてます。で、バーンって早めに出したんですけど、これで拾えたっすね。うん、これは結構うまくいった。これは結構うまくいったね。で、まあ、言うて、やられちゃうんだっけな、確か。そうそうそう。で、これは防衛ポイズン。二重子の前に何かしら出されたらゴースト、この後ろから出してゴーストで処理できなくなっちゃうんで、まあ、安全策のポイズンですね、ここは。で、これで左が結構入っちゃうんですよね。マジで焦る。マジで焦るんですけど、ここはまあ出すしかないって感じかな。で、まあガゴムレ読みのマジャチャ。出していって、まあここで結構削れるのかな、ここで。まあガゴムレは最悪でも処理できたんで、ここで、まあ前を止めていって、後ろでね、最速でゴースト出したんですけど、
ギリギリ穴掘り拾えなくて、あぶねあぶねあぶねってなって、これもね、もう少し後ろ入れてたら、コース入ってマジで危なかったんですけど。で、これで、あのフグ飛ばしていって、ポイズンかな。まあ何が来ても、コウモリしかいないって分かってたんで、まあ何が来てもいいだろうってポイズン投げて、で、こうめっちゃギリギリなんですけど、これで最後の一じわ、ポイズンの一じわが入って GG ですね。これ入ってなかったら負けしたかなーってぐらいの結構危ない感じでしたね。さすがスティングパイセンといったところですね。はい。ってことで、ラスト。レッドブル。この人は、レッドブルパイセンは、もう元々なんだろう、もうジャイ使いとして流し入れてるんで、名前見た瞬間、沼ってデッキ変えてない限りは、まあ、ジャイかなって感じですね。って感じです。とりあえずそれで、まあ、とりあえずメガゴで受けていって、まあ、最初相手のデッキわかんなくて、でもこの人がジャイ使いって分かってたんで、ジャイにやりゴム入ってるってことは、まあ、ジャイプリプリの、まあ、この枯渇系の感じかなって。まあ、やりゴム見ただけで大体そこまで察しがついて、まあ、ジャイって、あ、それやなって感じですね。で、とりあえずゴーストを右後ろからかな。うん、うん、うん。で、アウトローはこの位置ですね。デュデュデュンと。端っこに出していって、なんだろう。墓石と絶対に被らないようにした。で、こっちにポイズン打ったら、マジアチャを真ん中に出してあげて、こうやって、防衛で出したマジアチャが生きる。そういう形を作りたいですね。基本的には。で、マジアチャの出す位置なんですけど、削られたのと、削られてるサイドがあるなら、そのサイドを逆に出して、こうやってマジアチャを逆サイドに歩かせて、前にロイフなり、なんだろう、まあ、ゴースなり、タルワワなりつけてカウンターしていきたいってところですね。はい。で、まあ、これは、普通に、なんだろう、減り具合的に、まあ、タルババの減り具合でいけるかなと思ったんで、うーって感じですけど、ギリギリステークですね。で、乾燥プリンスのカツンって一発900ぐらい入るんですよ。もう大事故ですよね、900って普通に。で、これで、バーンと、ゴースト強い。一気に消えたかもね。で、これでまあ、ダックプリしかいないって分かってたんで、まあ、左に墓石を立ててあげて、で、メガゴかな。メガゴで処理していくと。まあ、このまんまだと墓石一発殴られる可能性あったんで。で、これは絶対コウモリ来るって分かってたんで、被せてマジアチャかな。シュンと。で、これで、ここすでロイフグ。相手めっちゃ結構受け方がめんどくさいです。エリはあるけど、そのなんだろう。お前、マジアチャがいることによってユニットの配置も考えながらやんなきゃいけないし、出すユニットもね、こうやってプリンスで蓋してからやりゴブっていう形を作らなきゃいけないんで、相当めんどくさかったと思います。で、これは、マジアチャを延命しようとしたけど失敗しました。普通に。で、まあ、アウトロー。相手はザップなんで、アウトローをね、うまく活かしていって、で、これもギャングしかいないって分かってたんで、ぶっ転がしていって、でプリンスが来るっていうね。俺、ギャングしか来ないと思ってたんで、この時。今も解説でそう言っちゃったしね、普通に。まあ、ぶっ転がしていって、でもこれが、結構ね、案外解けたんですよ、プリンスが。なんで、左側の防衛があんまり必要なくなったんで、とりあえず、まあ、メガゴだけね、出して、とりあえずもう大事故が怖いんで、もうカツーン入ったら大事故なんで、でとりあえずここで、まあ、シャアなし、保険で転がしとかないと、ザップとか打たれた時にね、この、コウモリ、なんだろう、ダクプリって形が完成しちゃったら、もうアウトなんで、とりあえず保険。で、こうやってやっていき、防衛ポイズン。コウモリとか置いてき来ると思ったんですけどね、何も来なかったですね。やはり、分かってらっしゃる。レッドブルパイセンという感じで、まあ、こんな感じで進んでいき、まあ、言って相手は、墓石、アウトローどっちかにポイズン打たなくて、きゃいけなくて、俺が離して出したら、どっちかにね、で、これマジアチャ出します。よいしょ。だけど、プリンスでね、こうやって竹が吸われて、コウモリで横から殴られるっていうね、うまい。うまいですね。やはり。うわ、ジャイ来ないでって願ってたけど、来ちゃったですね。で、でここで、棒っぽい、打ったかな違うか。逆サイにアウトロー。これ、ぶっ転がしてから、真ん中アウトローか。で、ゴーストかな。そう、真ん中だと、こうやって今、逆サイからの、なんだろう、恩恵を受けられるんですよね。なんで、墓石に、が壊れて、なんだろう、真下にアウトローを出せるなら出した方がいいかなって感じですね。で、これ、貫こうとしたんだけど、相手がね、ちゃんとそれを警戒しての、なんだろう、ジャイを出してくるっていうね。やはり、なんだろう、警戒レベルも高いですね。普通に。で、これ、ダックプリだけ釣りたいと思って逆サイに出したんですけど、うまく釣れて、ダックプリとコウモリ、空の小物系シリーズ。で、後ろで、まあ、ゴースト当てることによって、あれですね、ゴブリンシリーズを倒して、ここでバチコリカウンターですね。いや、めっちゃ鼻かい。やばい。めっちゃ鼻かい。やばいやばいやばい。で、これで、まあ、やっていって、で、相手このジャイとか、マジアチャ警戒なんですよ。
でもマジャチャって一回端前で見せるとこっちはユニット見てから出せるんですけど、相手はマジャチャ来るだろうで今みたいにチャイを出さなきゃいけないですね。それが強いんですよマジで。でここアイロイフグ、まあ単純に止まんないですね、このファイブがない環境でのロイフグが。でここで相手もやべーっつってやってくるんで、まあとりあえずこうやってぶっ転がしていって、まあ綺麗にお掃除って感じですね。でまあこれでとりあえずアウトローでコウモリ臭を受けていきながら、まあプリンス以外だったらアウトローボーイが解けることってあんまりないんで、そうですね、そんな感じです。でここはもう止まんねえだろうっつって真ん中にマジャチ出して、まあここは通るだろうって感じですね。もう内側から通ってみるとこうやって回ってくるんで絶対通るなんで、ここでプシュプシュ貫いてジージーですよ。まあ言うてデッキ相性はいいんですけど、やっぱり上手い相手だと端前マジャチ読まれて一気にアドドられて攻め込まれたりだとかするので、ここアド取られたら負けるって時は端前マジャチをやらないで、相手もやって何回か見せたらやってくるかもって、こうやって今みたいにちょっとずらして端前ジャイとかしなきゃいけないんですよね。なんで、まあそこの駆け引きもあるんですけど、言うてなんだろう、結構こういうデッキは攻め急いだらやっぱカウンター取られて負けちゃうんでね。スケラとかだったらやっぱスケポイで全部相手が出してると処理できるんですけど、やっぱこういうなんだろう、ゴコスのロイフグとかって出して普通にゴーストとかそのダックプリでカウンターされるんで、言ったらゴコスドブについてんのと同じなんで、言っちゃったら極論っすよ極論。相手にタワーにダメージ与えるけど、相手のユニットでこうやってペシペシ殴られてやられるんで、言ったらその、5コスなくなってるのと同じなんで、攻めすぎるとやっぱね、カウンターでいかれちゃうんですよ。なんで今みたいに結構もう安全第一、安全第一で進んでいって、まあ防衛してから、まあ最後みたいにね、こうやってロイフグバーンって飛ばして、エリアと取られない程度でバーンって飛ばして、って感じがベストですね。ってことで、まあ参戦解説していったんですけどもね、まあ分かりやすかったかな、どうだろう、まあ分かんないですけど、割とねうまく運べたんで、まあでこのロイジェ迫撃は言うてロイジェ迫撃っていう形がテンプレじゃないんで、まああんまり解説の需要がないかなって感じでスキップしました。でまあこの方の三重子は、この三重子も、ね、テンプレじゃないですけど、エリポン三重子ガグムレっていう組み合わせがよくあるんで、まあねそういう感じで、まあこういう立ち回りだよっていう紹介でしたね。ってことで、まあ、今日はこの辺で終わるんですけど、そうですね。まあ、6700いって、あと300伸ばしたいと思うんで、ぜひ、よろしくお願いします。っていう感じですね。あと、まあ、動画、毎日投稿してるんで、まあ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で、お疲れ様でした。